こんにちは、元銀座ホステス婚活カウンセラーの関口美奈子です。異性からのさりげないボディタッチはドキドキしてしまいますよね。自分に好意があるのか、それとも友情としてしか思っていないのか気になる、そんな経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。身体距離と好意は比例します。このボディタッチでモテる男性かモテない男性か決まるということで、今回は効果的なボディタッチについて解説していきたいと思います。このチャンネルでは恋愛や婚活について10年間心理学を研究してきた私がノウハウや恋愛成就の秘訣についてお伝えします。女心を理解してモテ度アップしたい方は登録お願いします。ボディタッチは心理学的にはタッチングと称されます。ボディタッチの効果は2人の距離を縮めることですね。科学的にもタッチングは恋愛に効果的であるということが判明されています。特に女性にボディタッチをされて嫌がる男性はほぼいないですよね。でも男性からというのはなかなか難しいと思います。なのでボディタッチに隠された女性心理について部位別に徹底解説します。まずは頭へのタッチ、次に手や腕へのタッチ、そして肩へのタッチで、顔へのタッチ、下半身へのタッチ、この5つの項目でお伝えします。まずは1つ目、頭へのボディタッチについてです。女性は頭をポンポンされるのが好きと聞いたことありますか？大人の恋愛における愛情表現というよりは、これは妹に対する愛着に近いと思います。この距離感にいるということは、決して嫌いではなく少なくとも好意的に思っているということを示しています。頭を撫でるという行為は基本的に子供を褒める時などにする行為です。つまり自分より下の存在に対してする行為だとも言えます。ちなみに頭ポンポンで検索すると嫌いというサブワードが予測変換で出てきます。頭へのボディタッチはモテるボディタッチとして効果的とは言えないです。これは人によって抵抗感が強いということも覚えておいてください。次は手や腕へのボディタッチについてです。相手がどう思っているのかまだわからない状態でしたら、ボディタッチの中でもハードルの低い腕を触ってみて相手の様子を伺ってみるというのはいいと思います。手に触れるためにはある程度お互いが打ち解けている状況が一般的です。すんなりこのボディタッチに至っていたら、すでに交際間近のタイミングなのではないでしょうか。これが受け入れられたら、女性も男性もあまり変わらず、行為はかなり強めと考えていいでしょう。もっと親しくなりたいと思っていると言えます。続いて肩へのボディタッチについてです。これは特に恋愛感情がなくても日頃から親しい関係であれば、深い意味はなく肩に触れるというパターンもあるでしょう。男女ともに挨拶のような感じで肩に触れるということもありますが、男性から女性にボディタッチをする場合は肩を抱くという行為には注意しましょう。これは軽い男性という印象に思われます。軽い気持ちでこのような行動に出る男性には警戒する女性が多いと思います。続いて顔へのボディタッチについてです。女性の顔に触れるのは男性にとってはハードルの高いボディタッチだと思います。まだ交際前の段階では勇気がいりますよね。信頼関係がなければなかなかできないボディタッチでもあります。なのでこれを受け入れてもらえたら両思いの可能性も高いと思います。次は腰回りや足、お尻など下半身へのボディタッチについてです。セクハラと言われても全く否定できない位置なので、交際前はやめておきましょう。続いてモテないボディタッチ注意点についてお伝えしたいと思います。当たり前ですが、ボディタッチをして相手が嫌な顔をしたり離れて距離を取られたらやめましょう。セクハラになってしまいます。あとはボディタッチの回数があまり多くならないように気をつけましょう。たとえ好きな人からだったとしても、女性は人前でベタベタ触ってくる男性は不快に思うかもしれません。気遣いのできない下心丸出しの人だと思われ警戒されます。また知り合ってからすぐボディタッチするというのはやめておいた方がいいでしょう。もし他に質問や聞いてみたいお話がありましたらコメントしてください。最後まで見ていただきありがとうございました。参考になったという方は高評価お願いします。